にちは。内臓マッサージのヨガのクラスを指導させていただいてます、林美香です。内臓マッサージといえば、内臓の動きが良くなる、そして骨格が整う、そしてウエストシェイプの効果があります。この3つの効果がある食後におすすめのポーズを今日は紹介させていただきたいと思います。食後というのはね、胃腸や肝臓ですね、胃腸や肝臓がすごく活発に動く時間帯なので、この肝臓や胃腸を刺激するようなポーズを行っていきます。横向きに寝転がっていきましょう。頭の下に手を置いて、そしてゆっくりと足を上げていきます。手で足先を持てない人は膝裏やももの後ろを抱えるような状態でもいいし、ベルトをね引っ掛けて手でグッと持ってあげても大丈夫です。タオルでもいいですよ。そしてかかとが上に来るようにして、膝伸びきらなくてもいいので、ここで吸う呼吸ホールドをしていきます。肝臓のね代謝が上がっていくと、ダイエット効果にもつながっていくのでね、食後だけでもなく、ぜひね、とっても気持ちいいポーズなのでやってみてください。ご自身でやるときはもう少し長くホールドしても大丈夫なので、リラックスした状態で少し長めにやってみてください。反対側も行います。今度は胃が下に来るようにして、同じように足を抱えていきます。アナンターサナーというヨガのポーズですね。もう一つ紹介させていただきます。もう一つは、ストレッチをかけていきます。まず胃が上に来るようにして、うーんと伸ばしてあげます。これも1分から5分ぐらい、自分のね心地いいなと思う時間をキープして、リラックスして呼吸を入れていってください。イメージするのはここが伸びてるようなイメージですね。ぐーっと伸ばしてあげます。反対側も行います。このボルスターをお持ちでない方は、枕やクッション、抱き枕とかね、タオルとか何でもいいので、お腹の下にね柔らかいものを入れて、ぐーっと反対側上の体側を伸ばすイメージですね。紹介した2つのポーズはすごくね、消化の力を高めたり代謝を良くしていくポーズですので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。